C66MLG、こちらの1本は2019年にババタクモデルとして発売した 66MLG の新しいリニューアルしたモデルとなります。実は前作と違ってより先上司になっていたりと、クランクベイトの釣りを面白くする要素っていうのを入れてみました。ティップが柔らかくなったことによってブロックリッパーのような、ちょっと軽めのクランクベイトなんかも非常にロッドのしなりを使って投げやすくなったり、あとは低水温器のショートバイトっていうのを非常にかけやすくっていうのと、かかった後にバラしにくくっていうところをさらにこう突き詰めて作っていった一本になってます。 S68ML、こちらはやや強めのスピニングロッドになってます。例えばそうだな、オフセットフックの10、20なんかを使ったワーミングの釣り、例えばヤミーフィッシュ 3.8 とかをノーシンカーでスピニングで使うときなんかに、おすすめのパワーになってます。他に使い方としては PE ラインをつけて、ラッシュアワーとかクローンフロックのような、フローティング系の、ちょっとボリュームのあるワームを使うときなんかにも非常にフッキング率もしっかりと出せるような強めのバットパワーになってますのでおすすめです。この 73M は、例えば大河川であるとか、大きい湖、そういう、広いフィールドでとにかく遠投が必要になる、場面で活躍するスピニングロッドになります。例えばヘビーキャロライナリグを遠投したり、コーヒー重脳進化を遠投したり、で最近流行りのね、大きめのスティックベイトをジグヘッドでね操作したりと、そういう遠投性能に卓越した一本になります。 S67MH+HD、パワーフィネスに対応した、ロッドになるんですけども、最近流行りのヘビーカバーにスモラバや、ネコリグといった、ライトリグを打ち込んで、なかなかね、普通の、テキサスリグとかそういうものを食わないような、賢いバスを騙すために、食わせるために、必要なロッドになります。ヘビーカバーの中でもうでっかいバスをかけても狩り引きずり出してこれるパワーを備えていて、かつ細かい操作をしやすいようにロッドのだるさを排除するためにブランクスに適度な張りを持たせています。なんで軽快に操作もできて、魚をしっかりと引きずり出すパワーもある、そんなね最高の一本になってます。こちらの 73XHSB は 120g までのビッグベイトだったりアンブレラ系リグを豪快に操ってビッグバスを取る、そんなねパワーゲームに特化したロッドになります。で、このね竿の特徴はパワーがあるだけじゃなく、このブランクスにはね非常に粘りがあってしなやかでバスのバイトも弾きづらい、そしてビッグバスのパワーを封じ込めるための粘りがこのブランクスにはあるんで、ビッグベイトやりたいっていう方には非常におすすめな一本。こちらの C67MH+HD はニオンスクラスまでの、ビッグベイトで、あとは P ラインを組んでもらえばバウンティーフィッシュだったりフロックゲーム、そのようなテクニカルなパワーゲームに対応した一本になってて、テクニカルということでずっとこう Twitch でアクションをつけていて もう非常に軽快にアクションをつけることができる、そんなね、ブランクス設計になっていて、かつヘビーカバー周りでバスをでかいバスをかけた時でも素早くカバーから、ビッグバスを引き剥がす、そんなねパワーも、兼ね備えている一本で、もうボートやおかっぱり問わず活躍してくれる一本となります。C63MLBF 2019年にババタクモデルとして発売した 62ML の BF っていうやつを、リニューアルしたモデルになります。1インチ長くなったんですけれども、前作と比べてブランクス非常に軽量な設計になっております。なので持ち比べてもほぼ変わらない、むしろこっちの方が軽く感じるぐらいロッドに仕上がってます。主に使うルアーとしては、シャギーのようなスモラバ、だいたい 2.7g、3.5g、5g ぐらいが、ベイトフィネスで扱いやすいかなと思うんですけど、それ以外にも、ヤミーフィッシュ3インチ、5g 前後のワームのノーシンカーとか、ラインでいうと8ポンド、10ポンド、太くても12ポンドぐらいまでを、扱うようなベイトフィネスの釣りにおすすめな1本となっています。67UL プラス、こちらはですね
例えばピクピクだったりバグドッグのような、まあ、小型の表層系ルアーを遠くまで飛ばす、ね、6フィート7インチの、ちょっと長めのレングスで遠くまで飛ばすことができて、かつ、移動距離を抑えた細かいシェイク、そんなシェイクが得意な、ロッドになってます。まあ、なんでね、なかなか口を使わないようなバスでも、まあ、非常に細かいシェイクを入れてあげることによって、口を使わすことができる。 S67UL クラス、こちらは、2021年に新しく追加となるモデルになります。UL と L の中間的存在の UL プラスなんですけれども、まあ、そのパワーだけではなくて、あのちょっとだけテーパーも先上しになっております。そうすることによって、そのソフトなティップの柔らかさを利用した、ミドストだったりとかコバストだったり、まあ、そういったワーミングの釣りで非常にメリットの多いファーストテーパーの UL プラスのロットになっています。